箸、お箸。そんな。ごめんなさいです。ございました。タカヒロさんがあまりに早く食べるのでリニアも急いで食べたのですが、スピードですか？してくださったからにはリニア今日一日おとなしく寝てます。頑張って風邪を治しますよ。反応ができません。鬱です。はい、ありがとうございました。
おお、高博か。さすがだな、お前の力は。順調に部品は揃っているようだぞ。しかし、どうやって連絡をするんだ？電話も無線も使わずに。ローテクってのろしでも上げるのか？だがここからだな。ああ、ここまではカンパニー以外からでも手に入れられるものだ。だがこれからいくつかは多分カンパニーぐらいしか持っていないだろうな。ここからかなり苦戦するはずだ。そうだな。ああ、あるよ。ジョーちゃんのところに行って元気づけてやってくれ。それはお前にしかできないことだからな。ヒロさんですか。少々お待ちください。わざわざ来ていただいて。言ってくださればリニアの方から出向きましたのに。本ですか。うわ、ありがとうございます。すみません。難しそうな本も混ざっていますね。プリンキピアマテマティカ？題名でしょうか、これ。なんか面白い名前の人ですね。呪文みたいな題名の本ですし。でもリニアアンドロイドですが、数学的な語本はあまり苦手っぽいです。ん？あの、これいる曲もあるみたいですし。え、いいえ、ありがとうございます。ベッドの中で読ませていただきますよ。来たらメイド服じゃないと失礼かなと思いまして。でも寝巻きじゃやっぱり。それにもう体の調子もいいんですよ。あのそろそろ仕事しても良いでしょうか。ありがとうございます。
え、本当ですか？あ、大丈夫ですよ。ちゃんとメイド服を着てきますから。いいえ。心地よい音ですね。そうですか？リニアには心地の良い音が聞こえます。高弘さんにもこの音が聞こえればいいのに。そんなことはないじゃないですか。ここにはいろいろな音があるじゃないですか。風がいろいろな音を運んできます。それを捕まえてあげて。風が雲をどこかに運んでいきますね。どこに行くんだろう。そうなのですか？雲にも心がない。でも高弘さん、よくここに来られているじゃないですか。リニア、高弘さんにまた嫌われてしまいましたね。でも仕方ありませんよね。ご迷惑ばかりかけているのですから。でも雲は嫌わないでほしいですよ。だって雲にはちゃんと心があるんですもん。リニアは高弘さんが言う通りにただの機械人形だから心がないかもしれないけど、雲は心を持ってますよ。リニアですね。雲が大好きです。ってことは雲の中に大好きって心があるってことなんだと思います。だって心がないはずのリニアが雲を大好きになるっておかしいです。リニアにも雲にも心がなければ、大好きって思いはどこにもなくなってしまいます。大好きって思いはどこかの心にあるんだと思います。だからリニアに心がないのなら雲の方に心があるんですよ。そんな
ことはありませんよ。大好きって心はここにありますよ。そのここはリニアの中なのか雲の中なのか分かりませんが、でも大好きという心がここにあるというのは確かなことです。嫌いなのにずっと見ているのですね。よく丘の上から高弘さんが歩いているのが見えましたよ。高弘さんはずっと空を見上げていましたよ。そういうことにしておきますよ。ごめんなさい。それは、雲は風の力を信じているからですよ。雲は風のことが好きだからですよ。だから雲は風に身を任せられるのですよ。この音色、いつか高弘さんにも聞こえる、そんな気がします。